こんばんは、市村正樹です、これはまあディストーションでちょっと置いといて、これね、グヤトーンのマイクロなんとかシリーズっていうエフェクターなんですよ。で、まあこれスティービー・サラスっぽい音が出るっていう、まあスティービー・サラスがこいつを使って、その後にスティービー・サラスモデルっていうのもできたんだけども、の割と中期型、初期型でもなく中期 WR の2ってやつ、まあ、こういうシリーズがかつて売ってて、今時はもうちっちゃいエフェクターってのはよくいっぱい出てるんだけど、当時ここまでちっちゃいっていうのはなかなかなかったんですね。で、すごくいろんな機種というか、中には名機と言われる、今でもあれいいんじゃねえのっていうのが、実はグヤトーンのエフェクターの中にはいくつか隠されているっていう話題だったんですが、このゴムがね、この周りゴムでこうね、ゴム外して、でまあね、ある種こうやって電池で 9V 電池で使いたいっていう人はゴム外してこうやってパカッと開ければここに 9V 電池を差し込めるっていう、これかなりアイデアとしては素晴らしい、とても便利なゴムなんですけど、このゴムってのがね、どうもね劣化すると言われてて、で実際劣化するんですけど、なぜなんだろうっていうのはちょっと思ってるのは、まあこいつはこのように今でも大丈夫と。なのですが、これ同じ機種で同じぐらいの時期に発売されてたはずのものなんだけど、こっちはこうね、なんか、まあ、これこの雰囲気見るとな、僕は引っ掛けて切っちゃったのかな。これは接着剤でこう貼っつければ治りそうなレベルではあるんだけども、とはいえこれこの辺とか映んないと思うけど、キュッてやったらちぎれるんですよこれ。で、如実であるのがこちらでございまして、こいつはヴィンテージトレモロってやつなんだけど、隣の部屋にエフェクターを山積みにしてあるケースがあって、その中からガチャ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 やってるうちに、まあほぼ元の形を収めてないというか、まあここまでいってたらね、もうこれこの先ダメになること分かりきってるというか、今戻せない感じ、無理やりなんかで貼っつけないと戻せない感じのところまでいってますと。さあどうしたもんかと。で、こういうゴムの類似品というか、この製品のためにこういうゴム作りましたみたいな、グヤトーンじゃない会社がそういうものを発売してた節はあるんですよ。だけども今はもう売ってないと。メルカリで最後に見た時はまあ780円ぐらい、1個780円ぐらいとかで売ってて、まあそれはちょっとねと思いながら、一応ネット上のサイトでグヤトーンゴム劣化みたいに検索すると、どなたか一人の方が DIY 屋さんに行きましょうと書いてありましたんで、それをじゃあ実験してみて本当にうまくいくかどうかっていう動画にしてみようかなと思って、これうちの近所のユニティってところで量り売りで切ってもらって、で買ってくるってやつ、1m380円、こんな感じ。片っぽ側がこう切れ目になってると、この切れ目にここを挟めばいいんじゃないかと、挟めるねっていう感じの、こいつじゃあ一周分作ってってみようか。一番端っこってどうしたらいいんやろうな。一番端っこはこうなるから、ちょっとここで切れ目を入れるか、三角形のっていうことかな。どこをかどっこにするべきや、これは真ん中か、今ちょうどちぎれてるここか、どっちやろ。ピコーンってなっちゃうってことは一周さした方がいいから、ちゃんとこうピキーンと一周さした方がいいから、これの通りで作ってみようか。これの通りでこの長さでこうしといて、この真ん中を切るとどうなるんやっていう話ね。若干三角、あ見なかったことにしてください。どうしよう。なん
かライターで炙ると曲がるとかね、カッターかな、カッターか、これは結構虫眼鏡の世界か。もう一回だけやってみよう、もう一回だけ頑張ってみよう。これでここでこうなったとして、こうして斜めって切ったとして、それをこっち側からも斜めってゆっくり切ったとして、むずいぞこれ、むずいぞ。一回途中で諦めるとやり直しの角度がもう、よ、あ、こう先っぽでやるといいの？そんなことないね。ああ、切れんな、切れんな。え、これ4回やって4回目にの途中で失敗したらすげえ辛いじゃんね。あ、指が痛くなってきたし。カッターかなー。よし、ちょっと一箇所こう切れ目を入れてみました。それで曲がるんかな、これ曲がるんかな。こうか、光る、いけるか、ゆっくりゆっくりこうやってやっていけばと。となると今度はここだと、一回一回こうやってつけては外し、つけては外しか、ちょっと怖くなってきた感じの、よいしょ、よいしょ、取れた。よいしょ。まあこれ物差しでね、何センチ何センチつって測ってってやるって方法もあるとは思うんですよ。あるとは思うけど、その何センチ何センチでど真ん中にちゃんとうまくいくかみたいなね、こうやってってみな分からせんがなっていう世界をね、1個目は失敗してもいいんで、まず1個目で自分でやれるだけのことはやってみるっていう、もっと三角形切らなあかんか、角っこが足りない、この辺この辺この辺、よし、ものすごく地道な作業で、ね、見てる方側はもうさっさと早送りしてくれた方がいいんじゃねえのって思うかもしれないんですけど、こういうのって早送りしちゃったら本当にその作業を、ね、本当に僕と同じことをやってみるよと思う人の参考にならないんですよ。早送りしないで、ああなるほど、これくらいの苦労とこれくらいの時間がかかってってやってってミスするとこ、成功することみたいな、そういうのが出てくるんですね。よいしょ、よいしょ、これ2つ分けるってのはダメか。あー、なるほど、あー、ちょっと端っこがちょっと距離的な長さが、これここライターで炙る、どうなるんやろ、
なるほどね。きっちりバッチリ活かせるのは結構難しいかもしれない。結構難しいかも。こう引っ張ってな、ちょっとだけ伸びるからな。ってことは今度はここだ。ここ。これ地道ですよ。地道ですよ。地道ですよ。で気を抜くとプチンっていっちゃうから、もっと三角形やな。の面積は広げた方が良さげですね。よいしょ。あ、怖い怖い怖い。よいしょ、切れた。よし。よし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 。これ結構こう抜けにくいようにキツキツになってるわけですね。この谷間がね、くっついてるから、割れてるわけじゃないから。でこれくらいにしといてくれないと外れやすくなっちゃうわけだから、キュンキュンにしててくれてありがたいわけですからねっていう。あのブログで見た人の画像はもうちょっと谷間がこう接触してなかったというか、まあそれは DIY 屋さんのどこで売ってる、たまたま見つけたその製品がね、これではしょりたいけどはしょっちゃダメよと。ここですね、ここここ。ああ怖い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 、ああやばいやばいやばい、あやばいやばい、セーフセーフセーフ、はあ、助かった助かった。ちょっと今ギリギリかもしれない端っこ。よし来た、端っこまで来た。よし端っこまで。あ、危ない。自分でちぎりそうになった。よっ、よし来た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 。よし来た。で、最初にさっきこう斜めって切ってしまったから、こっち向きの斜めにうまいこと今ここでここでここだな、ここここで少し斜めにカッツカッツ。よっしゃ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 。長い。若干長い。よいしょ。よ。長い、長い。もうちょい、もうちょい切る。よっしゃ。で、こう握って、温めて念じる。よろしくお願いしますみたいにちょっと温めて念じる。できたね。一応こんだけここまで一周分できました。時間かかったけど。で細かいこと言うと、ここちょっと端っこ出っ張ってる部分は4箇所とも、あ2箇所、あ3箇所、こっち向きだとして、こっち向き、あこれはあれだな、少しこういうヤスリで少しこう削るくらいでもいいのかもしれない。もしくはマイナスドライバーを火で温めて1回だけジュッてジュッてやるといいかもしれない。うん、まあ置いてる分にはこうだからね、こうだからね。とりあえずはめてみましょう。
で、こいつは一応電池入ってないよねって紙をして、で、あ、もう一回これこうやってやり直すわけか、やり直すわけか、どうしよう、もう一個作っちゃうか、もう一個作っちゃうか、この長さの、この長さが分かっているうちに31センチ、とてもアバウトに言うと31センチあるから1メートルで3本分作れるっていう感じですね。それでこっちでこうやってまた今の地道な作業をやっていかなあかんってことか、しんどいね、作るのは。あ、これどっち向き、こっち向きか、よいしょ、なんかいい方法ないかな、この角っこ、角っこなしで、なしでいく、無理か、お、こう、こうして、こうして、こうしたまま、お、ちょうど一周は行きましたけど、こうし、あ、これでこうしたまんま何日かこのままほっといて、この角っこに曲がりがついたとこだけカットするっていうのが楽か、それとも今マジックペンで印をつけてそこだけカットしちゃうか。この裏側のこの角は、この角も私です、角にだけマジックペンをこうやって書いといて、このマジックペンを消すかのごとく三角切り、三角切り、三角切り、切り。できた、できた、できたじゃん、できたじゃん、できたじゃん、まあ、あとはし、まあ、ここちょっとだけ2ミリぐらい隙間ができたけど、ここはまあこの状態で剥がれてこないんだからね、ギュッとこうつまんでるってことですよね、これはね。で、気になる人は接着剤で貼っちゃえばいいわけだからね、ここはね。いいんじゃない、いいんじゃない、こっちもいっか。角っこを入れるときに端っこがちぎれることをめちゃめちゃ注意して、右に行ってきて、右に行ってきて、ここを入れるときに注意をして、あとはこうね、こういうね、こう端っこからこうやって、こうやって、こうやって押し付けて、こうやって入れていく。ちょっと時々画像が光るから見にくいかもしれないですけど、この角っこを入れるのが一番危ない、危険なところだけど、あ、これさえ入れば、あとはニュルリンニュルリンと押していけばこうくっつくと。そして最後に念じると。ギュッ。よいしょ。よいしょ。さあ、ここだけ今とんがってるな。これ、
これ余計なことするとまたあれかな。若干いいハサミじゃないとっていうな。これでいいか。ここもとんがってるな、はみ出てるな。いやでもこれこれいいんじゃないですか。正解じゃん。これでいかがですか。こんな感じ、こんな感じ、こんな感じですよ。こんな感じです、ね、光って喜んでるよ、エフェクターもっていう。一応アップにしておきます。こんな感じ、こんな感じ、はい、こんな感じ。ということはこいつはさっき音を出してた方だから、今度じゃあこいつで音を、これ今気づいたかもしれない、早く劣化した方のここ、ここ、このつまみの先っぽのここ2箇所、これ黄色いわ。こっちこっち白い、白い白い、こっち黄色い黄色い。だからちょっとした制作時期は違うかもしれない。あ、シリアル番号を書いてあるね。ゴムが劣化しなかった方は965番って書いてある。シリアルが965、かなり初期っぽいね。ほいで今修正した方が94年の7月の852番って書いてあるわ。まあまあひょっとすると作ってる工場違うかもしれないからね。どっちにしてもこれってさ、これ10、どっちもこいつもこっちもどっちもつまみ10にして使うしかないんだよね。この辺の低いとこで使う方法ってあんまりないんだよね。もしくは手前にディストーションかブースターかなんかかまさないとこいつ生きてこないんで。これちょっとこれ12時12時にしてみようか。にもって感じでしょ。くじくじにしてみようか。もうこれなって、ね、この生音が聞こえるかどうかじゃなくてアンプの音だけ聞いてくださいね。重々で使うしかないんだよね。まあ、さっき最初にやってたようにこっち側にディストーションをかまして使った方がこいつは生きてきます、うん、今みたいなのだと、まあ、あんまり吟味されてないワウワウ使ってる感じぐらいに収まっちゃうけど、手前に歪み物とかなんか増幅する音のエフェクターを置いてからこいつ使うと、あの普通のワウワウじゃ出ない音がこいつは出ますから、はい、ちょっとこいつ使ってみようか。ヴィンテージトレモロ、
こいつも割と3時3時ぐらいのとこからしか。これぐらいか。これあれだな、このてっぺんのつまみがないな壊れてるなこれどっかで探してこなかったな。はい、ということで今回はグヤトーンのマイクロシリーズのエフェクターのゴムが劣化してきたらDIY でこういうものを探してきて1m380円ぐらいで買ってくれば、まあもちろんね、さっきの計算で言うと30何センチかを買ってくるんでもいいんだけど、うんうん、まあ、失敗した時のことも考えて、一応 1m だと僕の場合は380円で入手できましたって感じです。じゃあまたよろしかったらチャンネル登録よろしく。